お世話になります一人でございます。今回は夢特性のハッサムを入手していきたいと思います。ハッサムの夢特性はそんな強くないと思うんですが、一応持っといて損はしないと思いますので、私自身が捕まえたいだけなんですがやっていきます。でレイドス穴についてはまだいろいろ開拓されてないところがあるので、今回ご紹介できるのは今の時点で分かってる一箇所のみでございます。他の場所でも手に入れられる可能性ありますので、まあ、これはあくまでも一例としてお考えいただければと思います。まあ、そこでもね夢特性出るか分からないんで検証しつつやっていきたいと思います。それではレッツゴー。この道場からですね前に行きまして、この目の前に橋があると思うんですが、ここを渡ります。ブリッジを通過して、そうすると左側に、草むらの、中に巣がありますので、これにハッサムがいます。で夢特性ってのは今まで紫の柱で出ることが多かったですし、紫の柱であれば高個体値のやつも出てくるので、私は今回紫の柱を出して、そこからハッサムを探してゲットしていきたいと思います。ですのでまず紫の柱を出すことからやっていきます。これですね、まずやり方はレポートを書いていきましょう。はい、レポートを書きます。で書き終わったら次は願いの塊を投げていきます。願いの塊を投げ込みますから、はい押して、レポートの記録しますかで、はい押した瞬間にホームボタンを押しましょう。それでホームボタンでホームに戻ったら、ここで連続2回ですねホームボタンを押していきます。それで今一瞬ちらっと柱の色が見えてたと思うんですが赤でしたね。ですのでここはリセットしていきます。紫色が出るまでね、これをひたすらやっていきたいと思います。紫の柱出てきましたね。で出てきましたら中身を覗いていきます。で中身を覗いて、あ来ましたねいきなり。でこれもし中身がこのハッサムではなかったらどうするかと言いますと、必ずみんなで挑戦をやってですね、それでホームボタンを押して日付1日進めてっていうやつをやってください。それで別のポケモンに変えて、それでハッサムが出るまでそれをやります。ただ今回このようにハッサム出てきましたので、このままやっていきたいと思います。まあヒートロトムでいきましょうか。じゃあうわかっけー、やっぱり王道のポケモンすげえいいね。でもなんかテカテカになってるね。ダイバーンやっていきましょう。オッケー、ダイバーンいけ。あそんなに食らわないね意外と。4倍弱点なのに、いや5つ星なのに4つしかさバリアないってなんかすげえ弱く感じますね。オッケー、ダイバーンいけ。うわすげえ、めっちゃすげえ、半分一気にいった。バリアある状態で倒せましたね。また普通に捕まえられましたね。ありがとう。いやハッサムは本当に昔から好きなポケモンだからな、嬉しい。で、あ、鎧鉱石3個もちゃんと手に入ってますね。でさらに、経験飴 XL 3個、いいアイテムちゃんとありますね。キノコ系もあるんですね。これ大キノコ来ないんかな。まあいいや、とりあえずこんな感じでゲットさせていただきました。大きなハサミは体重の3分の1の重さ、振り下ろせば岩石も一発で粉々だ。かっけー、肌質がかっこいいよなこいつ本当に。はい、じゃあハッサムの個体値見ていきましょう。 4V ですね。まあ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 、これは普通にそのままか。あで特性もライトメタル来ましたね。やばい、もう普通に夢特性一発で来るとかもう最高だろう。運良すぎですね。まあ別にこれそんな使わないと思うんですけどね別に。でハッサム、うわ肌質が最高だなこいつのテカテカ感で、ライトメタルで、自分の重さが半分になるということで、これより全然ね普通にテクニシャンっていう特性ですか、あれの方が絶対強いと思うんですが、まあまあまあいいでしょうそれは。で連続ギリアイアンヘッド、峰打ち、切り裂く、うわなんかストライクのなんか面影が残ってるような技ですね。連続蹴りっていうのは懐かしいな。でそれで生意気な性格でございますと。はい、ということで今回は夢特性のハッサムを道場の前あたりの一例の原の巣穴でゲットさせていただきました。一発でゲットできるぐらいちゃんとね夢特性いましたので、ゲットしたい方はゲットしましょう。まあとにかくこのポケモンなんといってもかっこいいですからね。まあ、こいつは名前はハッサムですけど、見た目は私の心にストライク。